伊藤岳さん。日本共産党の伊藤岳です。偽変造マイナンバーカードの目視確認についてお聞きします。15日の本会議でこの問題を質問しましたが、その後17日にデジタル庁総務省連名で事務連絡が発出されました。そこではマイナンバーカードの件面においては偽変造対策が施されておりますと、目視による本人確認の留意点を事業者に示しています。総務省にお聞きします。17日の事務連絡を発出したのは、マイナンバーカードには偽変造される危険性がある、安全安心とは言えないからですよね。どうですか。山本局長。お答えします。5月17日に、総務省デジタル庁から関係機関に対し、マイナンバーカードの偽偽造対策に関して周知注意喚起を事務連絡を発出しましたのは、偽造マイナンバーカードによる被害報道を受けたものでございまして、安全安心でないということではございません。伊藤岳さん。被害報道を受けての注意喚起ということだと思うんですが、要は注意喚起しなきゃならないほど危険性があるということじゃありませんか。偽変造対策が施されておりますについて、マイナンバーカードには特殊インク、パールインクが施されて、マイナちゃんのマークの背景の色が見る角度によって2色に変化して見え、偽変造が困難と政府が説明しています。松本大臣も当委員会でこの偽変造対策があることを紹介されましたが、大臣は実際に試してみられましたか。見る角度というか、かなり職人技だとは思いませんでしたか。松本総務大臣。見る角度によって色が変わるのは私も確認をしております。伊藤岳さん。大臣、確認されたってなったらなかなか優秀だと思います。これなかなか職人技ですよ。私やってみましたけど。でマイナンバーカードの偽物か本物かを見抜くのは、技量次第ってことになると思うんですよ。でしかもですね、偽変造が発覚した時点と現在 73% の国民が保有している今のカードの件名には何ら変わりはありません。でこれでは、詐欺被害などが繰り返される、安全安心とは言い切れない。大臣はそうは考えませんか。松本総務大臣。はい、私はどうもかもうこう、ご紹介をさせていただいたのも、また何よりも関係機関に対して、事務連絡を発出させていただきましたのも、このように個人の確認をするための書類等につきましては、これまでも残念ながら悪意を持ったものによる偽変造等が行われてきたことはあったわけでありまして、私どもマイナンバーカードについては先ほど目視による確認のためのことであるとか、また何よりもマイナンバーカードは、IC チップにおいて情報が確認できるなど、そもそも偽変造対策を行ってきたことについて、まだ周知広報がさらに進める必要があるとの考え方から、関係をするところに特に注意喚起をする事務連絡を、出させて、いただいたところで、ございます。マイナンバーカードの場合は、顔写真が添付されて、いることもありまして、顔写真がない証明書等よりは、偽造されるリスクは相対的には低いとも、言われているところでありまして、厳格な本人確認が行われますように、マイナンバーカードの偽造対策の確認を、徹底をしてまいりたいと思っているところでございます。伊藤岳さん。大臣、私、リスクが高い人か低いという聞いておりません。目視による確認では安全安心とは言い切れないということを聞いているんですね。これはすでに、目視による確認ができることが施されていると言っても、偽変造起きているわけですから、
もうこれ安全安心とは言い切れないと思います。これいくらその方法を業者に示したところで、詐欺被害は食い止められません。マイナンバーカードの券面の目視確認の安全安心は通用しないと言いたいと思います。でマイナンバーカードをめぐって、誤登録誤発行などのトラブルが一向に止まらずに、そして今回のようなカードを悪用したさまざまな手口の犯罪まで、横行する中でも、総務省はマイナポイント事業を推し進め、カード普及を促進してきました。総務省にお聞きします。先ほどの浜口委員の質問の中にも若干ありましたが、もう一度確認ですが、マイナポイント事業にいくらつぎ込んだかです。で第1弾では1646円が執行されたと聞いていますが、第2弾ではいくら執行されて、合計マイナポイント事業全体では現在いくらの執行額になっているのかお答えください。山越審議官。お答えいたします。マイナポイント事業はマイナンバーカードの普及とともにキャッシュレス決済の拡大や消費の喚起等を目的として実施いたしました。マイナポイント事業の、第2弾の執行額は1兆2133億円でございまして、第1弾第2弾の合計は、1兆3779億円でございます。伊藤岳さん。1兆3779億円、約1兆4000億円もの巨額を投じてマイナンバーカードの普及を先導してきました総務省。で総務省がどんな問題が起ころうが、こうしてカードのシステム運用を停止することもせずに、カード普及に一途に突き進んできた責任は重いと指摘をしたいと思うんです。マイナンバーシステムが自治体の現場で機能していない問題について次にお聞きします。会計検査院の調査報告書では、マイナンバー情報照会の未実施理由の状況、照会実施率が 50% 未満の自治体について、市町村の場合添付書類を提出してもらった方が効率的だと答えが 14.6% で一番多かった。新潟県の難病患者のある担当者は取材に答えてこう言ってます。設計上マイナシステムで入手できるのは必要書類の情報の一部だけで、システムを使ったとしても紙で書類を受け付ける窓口業務はなくならない。従来の窓口業務に加え、システム対応の作業が順増増えることになってしまうと話しています。大臣、これはマイナンバーシステムが使われていないごくごく一例ではありますが、難病患者さんの立場に立って申請を受理しようと考えたら、私最もな対応だと思うんです。でこうした対応の一体どこが問題なのか、申請者住民との関係で何か問題があるとお考えですか。山野局長。お答えいたします。会計検査院の報告書によりますと、情報照会を実施していない自治体に尋ねた結果としましては、業務フローの見直しが未了であったり、また添付書類を提出してもらった方が効率的であるといった回答があったということを承知をしております。一方で、報告書では自治体の半数以上が利用していた事務手続きに係るマイナンバー情報照会について、これ照会実績の多い事務でございますけれども、時間短縮ですとか作業負担が軽減されたといった団体の回答が7割以上を占めたということでございます。国民利便性の向上からは、9割強の団体が添付書類を準備する手間がかからなくなった、あるいは手数料負担が不要になることを回答しているということから、業務効率化、負担軽減に加えまして、国民の利便性向上にも大きくつながっているのというふうに考えております。お尋ねの件につきましても、業務不能の見直し等について、現場での見直しも含め、そういったことが重ねられることによって、より利便性を向上させていく必要があるというふうに考えております。伊藤岳さん。聞いたことを単体に答えてほしいんですよ、局長。私聞いたのは、この新潟県の担当者のように、添付書類を提出してもらった方が効率的だと、この対応した言葉、何か問題がありますか、聞いてんです。どうですか。山野局長。ただいま申し上げましたとおり、さまざまな業務フローがございますけれども、その業務フローの見直しが未了であるような場合には、委員ご指摘のようなことがあったというふうに認識しております。
伊藤学さん。都道府県の場合ですね、業務システムから情報照会ができないが 12.6% と2番目に多かった。情報照会が未実施の理由は自治体の情報更新の遅れであったり、住所履歴のない照会に時間がかかるなどでした。総務省に聞きます。マイナンバーシステムの利用ではかえって住民のための業務が効率的ではない、時間がかかるというものがある、だから自治体の現場で機能してないということではないでしょうか。総務省どうですか。山野局長。お答えいたします。これはマイナンバーを用いた情報照会、対象範囲が拡大されてきておるわけでございますが、今まさにその取り組みが進められているところではございます。平成29年度の139万件から平成令和4年度においては1億7309万件と大きく増加しているところでございます。特に住民基本台帳関係情報、あるいは地方税関係情報に対する情報照会が大変を占めてございまして、これは住民票の写しや課税証明書の提出省略によりまして、住民負担軽減や職員の業務の効率化につながっているものと認識しております。伊藤学さん。はい、大臣にお聞きします。自治体はマイナンバーシステムが便利であれば使うと思うんですよ。不便や非効率であれば使わないと思うんです。で、そもそも一律にどんな業務においてもマイナンバーシステムを使わせるのではなくって、こうした現場の自治体の判断と自主性を尊重した対応が必要だと思いますが、大臣の考えお聞かせください。松本総務大臣。はい、マイナンバーを用いた情報照会については、これまでも随時法制度を整備した上で対象範囲や利用範囲が拡大され、まさに現在その取り組みが進められているところでございます。局長からご答弁申し上げたように、国地方全体でのマイナンバーを活用した情報照会の件数については大きく増加をいたしております。行政機関等の間においても文書による照会が不要となるなど、地方公共団体にとっても職員の負担軽減に大きくつながっていると考えているところでございます。マイナンバー照会を含むマイナンバーシステム、マイナンバー制度の活用につきましては、行政の負担軽減はもとより国民の利便性向上の観点もございまして、住民の皆様が住民票の写しや課税証明書等の提出を省略できたり、手数料負担が不要となるなど、住民の皆様の負担軽減にも大きく資するところがあると考えております。このようなことから住民行政双方にあたるメリットについてご理解をいただけるように努めていきまして、引き続き地方自治体の取り組みが進むように努めてまいります。もちろん地方公共団体における課題丁寧を丁寧に伺いつつ助言等をしてまいるつもり所存でございます。伊藤学さん。さっき言った便利があればであれば使われるんです。で、使えてないその自治体の判断実践をね、ぜひ尊重していただきたいということを強く求めておきたいと思います。大臣は15日の本会議で、顔認証マイナンバーカードは暗証番号が必要なマイナンバーカード機能のスマートフォン搭載はできませんが、希望される場合には通常のマイナンバーカードに切り替えることでスマートフォンへ搭載することは可能だと答弁されました。希望される場合は通常のマイナンバーカードに切り替えることでと言いますが、通常のマイナンバーカードの利用に不安がある利用者、国民、事業者がいるから顔認証マイナンバーカードを作ったのではなかったんでしょうか。なのにまた希望される場合だと通常のマイナンバーカードへの取得になぜ導くのか。総務省どうですか。山野局長。お答えいたします。顔認証マイナンバーカード、ご指摘のように暗証番号の設定や管理に不安があるとのご意見、これはご家族ですとか福祉施設からいただいたことを踏まえまして、暗証番号の設定を不要としたカードでございます。一つの選択肢として、このカードが取得できるようにしたわけでございますが、このカードにおきましては暗証番号が必要なサービスの利用はできませんが、健康保険証等について使用いただくことは可能でございます。マイナンバーカードの機能のスマートフォンへの搭載、これは利便性向上の点から、カードを持ち歩かなくても
カード同等の本人確認を行えるようにするものでございますが、まあ、搭載にあたりましてはこれは厳格な本人確認を行う必要がありまして、暗証番号の入力を求めることとしてございます。従いまして顔認証マイナンバーカードについては暗証番号の入力が必要なスマートフォンへの搭載はできませんが、スマホ搭載を含む暗証番号の入力サービスが入力が必要なサービスの利用を希望される方については窓口で通常のマイナンバーカードに切り替えることでこのカード機能をスマートフォンへ搭載することが可能であるということでご理解をいただきたいと思います。伊藤岳さん、おまとめください。はい、まとめます。つまり大臣、これ顔認証マイナンバーカードは一つの選択肢として今後も継続し続けるんですよね。まあ、時間がないので問いは答えはいいですけれども、継続し続けるということを強く求めて質問を終わります。